天皇カリンとのバトルを迎えました。彼女の繰り出すアークタイプのポケモンを蹴散らし、勝利を噛みしめることはできるのでありましょうか。一発当たった。まずまずのダメージ。おっとメロメロ攻撃。あーっと相手にメロメロになってしまった。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。あーっと相手にメロメロで技が出せない。おっと怪しい光だ。あーっと混乱した。さあ熱いバトルが展開されております。ポケモンがモンスターボールに戻ります。ここでミュウの登場だ。さあ今度は熱く当たった。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。今準備が整って、さあこの場面で軽い一撃。この攻撃、あーっと混乱した。さあ熱戦が続いております。あーっと混乱している。さあこれは、おっと攻撃をものともしていません。白熱したバトルが続いております。まだ混乱しているぞ。あーこれ、おっと打たれ強い。両者とも大健闘です。戦う構えに入ってここで混乱が解けたようです。ここで体力回復だ。これはどうだ。おっとよく耐えた。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあ今度は軽く当たった。さあこの場面で、あーっと混乱した。さあ激しいバトルです。あーっと自分で自分を攻撃した。この攻撃、おっと攻撃をものともしていません。さあ熱いバトルが展開されております。ここで体力回復だ。さあこれは、おっと打たれ強い。さあ熱戦が続いております。さあここで、おっとよく耐えた。ここで混乱が解けたようです。ここで体力回復だ。片やまだ余裕しゃくしゃく、片や疲れを見せております。ここで自陣攻撃。よし当たった。あーっとダウン。さあ次のポケモンを準備です。ここでラフレシアの登場だ。両者とも大健闘です。これだ。これは一歩だ。
おっと、特殊防御力がダウン。おっと、しびれもな。おっと、これは外れ。両ポケモンの間に体力の差がついております。ここでサイコキネシス。おっと、ダウンだ。さあ、ポケモンは残り1匹。ここでゲンガーの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。さあ、激しいバトルです。あーっと、これは十分。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。対するは渡る。今宿命の戦いの火蓋が切って落とされました。バトルにどう影響するか。強い攻撃、いい当たり。ここで火炎放射だ。よし、当たった。あー、ノックアウト。さあ、今度はどのようなポケモンが登場するのか。ここでミュウの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対3。まだまだ勝負は始まったばかりです。ここでサイコキネシス、ヒットにヒット。ラーッと近づきたか。さあ、次のポケモンを準備です。鳴き声とともにポケモン登場。
現在のところ残るポケモンは2対2、両者上げつく火花を散らしております。さて、ここで地震攻撃、弱点をついた。おっと、川一枚でつながった。さあ、この場面で歩く一発、朝やまだ余裕着々、朝や疲れを見せております。ここで冷凍ビーム、よし。おっと、ダウンだ。さあ、ポケモンは残り1匹。ここでカイリュウの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。さあ、激しいバトルです。バトルの姿勢に移って、あーっと、これは有効だ。これで勝者決定です。おめでとう。